これがね前回のね引っかかりフチコ。いやなかなかいい感じで引っかかってるねフチコね。で今回このねレモンとフチコを狙っていきたいと思う。レモンとフチコか、あとシークレット、シークレットなんだろうね。あとバランスフチコ、これが前回のね引っかかりフチコ、こいつね、とぶら下がりフチコ、いいね。あと座りフチコ、乗り越えフチコ、レモンとフチコ、これマジ熱いでしょ。レモンとフチコ、コップのフチコ、そういうことね。じゃん、ここにねその漫画書いてるね。ギリギリが好きギリギリが好きいいね。ということで早速ね、じゃん、開けていこうぜ。フチコ見えねえ、フチコ見えねえ。よし、フチコはここでスタンバってろ。今回2つあるんで、じゃん、どっちかがねレモンなら今日は OK みたいな。よっしゃ、ちょっとお前ちょっと邪魔だな、ごめんね。ちょっと待ってて。よっしゃい、早速開けようぜ。頼む、レモン、レモンとフチコ、レモンと、きたーきたー、あざっすあざっす、レモンとフチコ、いやいいね。早速開けようぜ。マジか、めっちゃ嬉しい、レモンとフチコ来たわ見てレモンなんかリアルなんだけど、レモン、クリア感が半端ねえ。しかもちょっと向けてるっていうね、ちゃんとね見てフチコの顔。いやこんな近づいたら目これさシュワシュワなんじゃねえか。おいじゃん、じゃあちょっと揃わせようかな。いいね、レモンとフチコ、そしてこっちに引っかかっているっていうね、フチコが二人いる。いいねいいね。じゃあちょっとねもう一個開けようぜ。よいしょ。じゃあね、これシークレット欲しいね。それかバランスフチコ、このバランスフチコがシークレットが欲しいなっていうことで、よっしゃ行こうぜ。シークレットなんだろう。じゃーん、うわマジで2つ連続レモンとフチコ、マジか。いやせめてせめて持ってないの出ようよ。マジかよ、かぶるこれ。俺どんだけ運悪い、一応ね選んだんだよ、選んで違う重さのやつ買ってきたはずなのに、もう俺って本当に当てんなんねえわ、この俺の手当てんなんねえ。まあいいや、これ保存用にします。うん、かぶってたね、お決まりのように保存、ってか保存用めっちゃあるわ。このアニマルカイザー、ナメコ、あと筋肉マンストラップに、あとトリコのねグルメバトルフィギュア、めっちゃ溜まってきたな。まあいいや、まあ、ちょっとのけぞってっけど、多分このコップがうん合ってないんだと思う。よし来た、どうよ。いや落ちた、なんでこんな不安定なの。こっちね、レモンとフチコ、止まって、お前ダメだな、立たないということだよ。レモンとフチコは、レモンとフチコはねちょっと立たないってことで、こんな感じだよ。もうほらじゃーん、いやかぶったか。まあ次回こそね、このシークレットがこのバランスフチコ、まあ今回は2つとももうかぶっちゃった。レモンとフチコね、泣けてきた、ネイビー。まあいいや、しかもなんかバランス、まあコップが悪いんだと思うけど、まあ、今回はレモンとフチコでした。次回はねシークレットでお会いしましょう。ということでバイバイ。じゃあね、引っかかるフチコ。